時代の先端を捉え新たな価値を探求する東京コーリング。科学的探求心で作り上げる新たな写真の世界。プレゼンテッドバイレクサス。実験的科学的探求心でデジタル時代における新しい写真表現をする小山大輔。小山大輔さんの作品の魅力は最先端の技術を使って写真の可能性を常に探っている作家です。世界中で注目を集めたメルティングレインボーと呼ばれる作品。マクロレンズをすごいクローズアップを撮りました。すごい現実を寄って寄って撮ってみると非現実の世界に入っていく。ライトフィールドと呼ばれる作品。スキャナーというデジタルツールを使って光による抽象写真の可能性を探求した作品。3次元のダンサーの動きを2次元に変換した動きの記録。写真が記録である、写真が証拠である。それだけではなくて他に言葉を超えるぐらい写真に何か可能性があるんじゃないかとこの人たちが信じていると思います。